あるところに心の優しいおじいさんと意地悪なおばあさんがおりました。おじいさん、さっさと焚き木を取ってきておくれ。はいはい、では行ってくるよ。そろそろお昼にするか。ご飯を食べたいのかい？ほらよ。おじいさんがおにぎりを差し出すと、小スズメは大喜びで食べました。かわいいな。よっぽどお腹が空いていたんだな。たった1羽でいるところを見ると迷子になったのかもしれん。助けてやりたいが。おじいさんは家にいる意地悪なおばあさんのことを考えて、どうしたらいいか迷いましたが、キュンキュン、このかわいい迷子の小スズメを家に連れて帰ることにしました。まあ、おじいさんたら、そんな小スズメなんか連れてきて餌なんてどこにもないよ。わしの飯を分けてやるんだ。それならいいだろう。まったく。おじいさんは小スズメにチュンという名前をつけて、大層かわいがりました。チュンや、焚き木を拾いに行ってくるよ。気をつけてチュン。ばあさん、チュンに餌をやっておくれよ。餌なんかやるもんか。おばあさんが作っているのは洗濯物につける糊です。今日はまだ何も食べていないチュンは、糊でもいいから食べたいなと思いました。どれ、めんどくせえけど洗濯物に糊をつけるとすっか。お腹すいたチュン。ちょっと舐めるつもりが、お腹を空かしていたチュンは夢中で海苔を食べたのでした。あー、何やってるだ。大事な海苔を食っちまって、とんでもねえスズメだ。お前のようなものは、チュンだりゃー。おばあさんはチュンの舌をハサミで切ってしまったのです。夕方になって、焚き木拾いからおじいさんが帰ってきました。ただいま。チュンは元気にしてたかい？あの子スズメならどっか行っちまったよ。なんだって？洗濯物のりを食べた罰に舌をちょん切ってやったのさ。なんてひどいこと。チュン、おじいさんは急いでチュンを探しに出かけました。チュン、大きな川までたどり着くと、そこには3頭の牛と牛を洗っている人がいました。下切りスズメを見ませんでしたか？牛の足を洗ってくれたら教えてやるぞ。はいはい、洗いますとも。おじいさんは3頭の牛の足を丁寧に洗いました。すっかり洗い終わると、牛洗いの人が言いました。スズメならこの川の上流で見たぞ。そうですか、ありがとうございます。おじいさんは川の上流へ向かって走りました。すると今度は6頭の馬と馬を洗っている人がいたのです。ちょっとお尋ねしますがの、この辺で下切りスズメを見ませんでしたかの？馬の足を洗ってくれたら教えてやるぞ。はいはい、喜んで。おじいさんは6頭の馬の足をまた丁寧に洗いました。この先の竹やぶの中にスズメのお宿というものがある。そこに行けばきっと見つかるだろう。ああ、
ありがとうございます。教えられた方へ走っていくと、竹やぶの中に小さな門が見えてきたのです。ここじゃ、ここじゃ、ここがスズメのお宿じゃろう。ちゅん、ちゅんや、どこだい？いたら出てきておくれ。ちゅん、ちゅん、出てきておくれ。おじいさんが呼び続けていますと、おじいさん。おお、チュン、会いたかったぞ。元気でおったか。おじいさん、心配しないでください。舌の傷はすっかり治してもらいました。そうかそうか、そりゃよかった。チュンはおじいさんをスズメのお宿に案内しました。チュンはスズメのお宿のお姫様だったのです。おじいさんはスズメたちの踊りを見たり、いろいろとごちそうになったりして楽しく過ごしました。いやー、こんなに楽しいことは初めてじゃ。名残惜しいが、そろそろおいとましなければ。そうですか、チュン。ではお土産にどちらかお好きな方のつづらをお持ち帰りください、チュン。そうかい。それでは、わしは重いものより小さくて軽い方をいただくよ。チュンと大勢のスズメたちに見送られて、おじいさんは小さなつづらを嬉しそうに背負って帰っていきました。家に帰ってつづらを開けてみると、中には大判小判や宝物がぎっしり詰まっていたのです。ああ、こりゃ頭げた。おじいさん、なんで大きい方もらってこなかったんじゃ。よし、私が行って一番でっかいつづらをもらってやる。おばあさんはおじいさんが止めるのも聞かずに家を飛び出していきました。おいおい、途中で会った牛洗いや馬洗いの人から無理やり道を聞き出して、おばあさんは楽をしてスズメのお宿にたどり着きました。ここがスズメのお宿かい。おい、ちゃん、さっさと出ておいで。誰も出てこないので、おばあさんは勝手にお宿の中へ入ってきてしまいました。ちゃん、いるんだろ。おい、ちゃん。おばあさん、どうしてここへ？お前、ここには大きなつづらがあるんだろう。それをよこさないと、また舌を切ってやるよ。よしよし、これだこれだ。おばあさんが山道に差し掛かる頃、日はとっぷりと暮れ、夜になってしまいました。なんだかだんだん重くなってる気がするが、よろ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 、重い。なんだこりゃ、なんでこんなに重くなってんだ。おばあさんはやっとの思いで家にたどり着きました。私が悪かったよ。これからは優しくなるようにするよ。そうかそうか、チュンもきっと喜んでくれるじゃろう。それからはおじいさんと心を入れ替えたおばあさんは、いつまでも仲良く暮らしたということです。